よろしくお願いします。みなちんでございます。というわけで皆さん、こう、人のね、こう、 ストロークをこう受けてて、なんかこの人伸びるな、みたいな感じのってあると思うんですね。今日は特に初級から初中級の人がそれより上のレベルを目指すにあたって、まあ、どういう風なところを感覚的に気をつけてボールを打っていけば、まあ、自分のね、こうボールの威力というか、向こうへのスピード、伸びみたいなものが上がるのかっていうところをご紹介したいと思います。また、上級者の方でも、まあ、自分よりもね、やっぱりそういう圧を感じるボール、まあ、どういう風な軌道で打たれてるかみたいなところをね、ご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。 このチャンネルではこういう感じで元関西大手テニススクールでジュニア育成部門のヘッドコーチだった私が全国トップレベルのジュニアから老若男女一般のテニスプレーヤーの方までたくさん指導させていただいた経験を生かしてあこれやったらちょっと明日もテニスをしてみようかなと思ってもらえるような動画作りを目指してますので気に入っていただいた方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いしますでは行ってみましょうどうぞはいよろしくお願いしますは今日は 相手にとって効果的なボールをどのようにして打っていくかというところをご紹介していこうと思います。打ち方というよりは練習の中で持つイメージのところに近いですので誰でもすぐ、ね、トライできると思います。特に初級初中級から中上級に上がっていくときなんかになんか中上級の人のボールって返しにくいなと。 えいう風にね、えー、感じてまあ、同じようにスイングスピードではそんなに変わらないのになんか伸びてくるなとえ感じるそのボールのね、えー、正体というかどういう風な感じで打っているのかというところをご紹介したいと思いますはいまずフォアハンドストロークをストレートに打っていきますけど、まあ、普通にこうボールをえーコントロールするとまあ、こういう感じでやっぱ若干ねこう上がって落ちるという,こう山なりのボールというか、えー、そういう感じのねストロークの軌道になると思います。はい 普通にこう下から上に持ち上げて、まあ、ボールが下から上に上がって、まあ、重力とか回転によって落ちてくると、はいまああいう感じで、ね、こう軌道になってくるんですけどその軌道を作る時のイメージを、ねえー、少し考えてみてくださいまずネットの頂点ぐらいに山なりの一番上に上がったところです、ね、この放物線の頂点を持っていきます。これが一番 イメージとしてこうミスなくコントロールする分にはやりやすくて、はい、本当にこう山なりの、ね、こうゆったりしたボールを作ることができます。はい、で本当にネットの上が一番 頂点なのでまず、ね、ネットミスがすごく減るのとその後ここから上がっている分と同じぐらいの勢いで落ちてくれるのでアウトミスというのも結構減ってきます、はい、でスイングも無理に強く振らないので、まあ、最初、覚えるには一番安定させやすい軌道かなという,ふうに思いますけど、まあ、同時に向こうにボールが飛ぶ推進力も少なくなってしまうのでどうしても相手からするとプレッシャーを感じにくいと、はい、で上級者の人はどういうういいボールを打ってるかと,いうと。 その放物線の頂点がネットよりも向こう側に来るようなイメージでボールを、ね、打っています当然、この当たる瞬間のインパクトのボールに対するこう圧力というのは強くなりますし若干こう回転をかける必要も出てくるし女性の方だとそんなにネットの高いところを通さないのであれば押しの部分を強くしてあげてとにかくできるだけ相手コートのネットを越えているところまで 放物線の頂点を持っていくイメージですねそれぐらいのイメージでしっかりと強く打っていきますはい、ああいう感じで打つとバウンド後にしっかりとはい、ま今の,のはアウトかちょっとが え入ってるかなぐらいなんですけどやっぱりインパクトの後しっかりこうボールを伸ばしていって僕のイメージだと、まあ、バイネットの上とサービスラインの中間ぐらいのところまでボールが落ちずに上がってるような感じですねそこから、えー、スピンをかけて、えー、落としていくという感じにしてます。はい、と結構ネットの高い位置を通ってもこう落としてくるのでやっぱり回転っていうのはねこう強くかけていかなきゃ。 いいけけないんですけどやっぱボールが向こうに飛んでいく推進力が、ね、増えるので相手ににとっては重たく感じるボールになります、はい、当然、アウトのリスクがちょっと出てくるので当たる瞬間に下から上の動きっていうのをねラケットの動きっていうのを加えて回転をかけていく必要がありますしインパクトのところでラケットヘッドを起こしてこう回転を、ね、かけるラケットワークっていうのは必要になってきますけど。 ゆったりとしたこう山なりのボール、ちょうどネットの頂点ぐらいにこうあるようなボールに比べると、しっかりボールがね向こうに伸びていくので、相手からするとバウンド後にやっぱりねえ伸びてくる感じがね、あると思います。ネットの上に頂点を持っていくと 後ろのフェンスに当たるまでに今、3バウンドぐらいしてるんですけど目標は後ろのフェンスにワンバウンドで当たるようなはい飛ばしていけると相手からするとバウンドしたあとねこう重いなというふうに感じるボールになっていきますので横から見た時の山なりの頂点をどこに持っていくかというイメージをねしっかり持てるといいと思います。でできるだけひらがののの字の逆みたいな感じでこうネットを越しても、 できるだけ伸びていってそこから急激に落ちるような、ね、イメージを作ってあげるとバウンド後に大きく向こうに跳ねるので相手にとってこう重たいなと思ってもらえるボールになります。はいでまあ、女子の方なんかはあそこまで、ね、強烈なスピンはかけていかないと思うんですけど、まあ、ネットを通る高さを少し低くして押し出すような打ち方でいいと思いますのでフラット系でしっかりと伸ばしていくと。 まあいう感じでこう低い軌道でもこうスーっとできるだけ地面と平行のイメージでただ、どこまでもボールが落ちないというわけじゃないですけどネットを越えてもまだまだ落ちずに推進力が続いていくイメージはいで打っていけるとやっぱアウトのミスはね少し怖いんですけどやっぱ相手コートでえーしっかりとボールが入れば。 相手に対してここからは、まあ、普段いいボールを打つためにいろいろ皆さんもこう情報を得てアドバイスをしてもらってると思うんですけど、まあ、体重を前にかけていくとか打点を前にするとかしっかり踏み込むであるとか体をしっかり回していくとかこういう動きを取れば取るほどこのネットを越して伸びていく力っていうのは、ね、作れるんですけど同時にアウトも怖くなるのでしっかりと回転をかけたり オーバーしないようにネットすれすれをね、狙っていったりっていうところがね、必要になってきます。その能力を高めてあげるという感じで練習をしていくとうまくいきます。逆に安定してネットのちょうど頂点のところに放物線の、ね、頂点を持っていて、山なりの頂点を持っていて落とすのであれば、普段やっているのとちょっと逆のことをやると簡単にできます。例えば体重を後ろに残して、後ろに残してこうやると。 後ろに残して、後ろに残してこうやると放物線の頂点が一番上にいて、まあ、安定して入るのも入ります。入るのも入るけどえボールはいかないと。はい、それとか、まあ、しっかり振り抜きましょうみたいなアドバイスありますけど途中でこう止めると放物線の頂点がネットでこで緩やかに押してくると、はいえー、こういう感じで安定して入れようとするんだったら打点前とか振り抜いてとか体重乗せてとか。 しっかり改線させてとていうところを、えー、取らなきゃいけないんですけど実際、じゃあいいボールを打っていこうとなるとしっかり振っていかなきゃいけない。はい、ただ、えー、アウトの リスクが出てくるアウトがこう怖くなってくるというところが、ね、最初の壁になってくると思うんですけどそこのところをうまく越えてしっかり振り抜くとボールは入るんだというイメージまで持っていけると怖くなくなりますのでこの辺りは最初初中級の方とか中級の方が上級クラスを目指してこう上手い人を見ててああなりたいなと思ったらとにかくしっかりと。 体重を乗せるであるとか振り切るであるとか、えー、そういう練習を繰り返して最後、えー、ベースラインのところまででね、こうボールがこうヒュッとこう落ちて、えー、入る感覚をね、えー、身につけることをおすすめします。はい、最初はねもちろんこうまあアウトが怖いっていう意識を、えー、持てるのがいいのかなと思います。はい、こうしっかり圧をかけて振っていって教えてもらった通りやると言えばアウトがねなんか怖いなっていうこう伸ばしていくとアウトが怖いなっていう感じになってくると思うんですけど、実際こう振り抜くと ボールはベールベスラインまでに必ず,入ってくれます必ずそういう感覚って身につきますので怖がらずにボールが飛んできたらしっかりと踏み込んでこうやって打っていってもいいですしセミオープンスタンスで打つんだったら体をしっかり回していって打っていくとボールというのはベースラインのところまで少し練習をすれば必ず落ちるように。 な、はい、っていきますので、まあ、ぜひね、怖がらずに、えー、しっかりと振り抜いてボールを伸ばすとネットを越えても伸,ば伸びていって落ちるような、ね、軌道を作れると、えー、上級者の仲間いるというかもうワンステップで、ね、上に行けますので怖がらずに、えー、振り抜いて体重乗せて体を回してという感じでチャレンジしてみてください。